秋山定介秋山定介昭和25年1月19日は岡山県出身の政治家、実業家、衆議院議員、26新法社長、1868年岡山に生まれる。父の秋山義志郎は倉敷の出身で銅島の米相場で成功した後道とんぼりの各座、何技を買収した大阪工業会の大物であったが、 東方の小林十三によると若い芸妓の尻を追っかけ回す人だった。東京帝国大学卒業後、会計検査院に勤務。1893年に、大石正美、稲垣万次郎を顧問に、26新法を社長として、創刊。資金難のため1895年休刊。1900年再刊し、三井財閥攻撃。 将棋自由廃業などの集文暴露キャンペーンによって民衆の人気を博す。同様に有名人のスキャンダルを売り物とする1万、長方紙と売り上げを2分した。1901年、日本最初の労働者集会と言われる労働者大、懇親会を東京向島で主催。1902年に衆議院議員に当選するが、ロモトム事件でロシアのスパイ疑惑が浮上する。 懲罰委員会では、証拠はなかったが、ロシアのスパイである県議が拭えないと報告。1904年3月28日に、衆議院本会議で、議員辞職を進める初決決議が可決。翌29日に、衆議院議員を辞職した。議員の職を追われた後は、政界の黒幕として明治から昭和にかけて活動し、大熊内閣の成立工作と、 その東格運動や松島遊郭義国への関与の疑い、さらには孫文や小解石などの中国大陸の要人との接触が取り沙汰された。1937年、歌人柳原白蓮の夫である宮崎隆介が中国を訪問しようとして憲兵隊に逮捕された際には関連を疑われて数日間交流されている。またこの絵踏みまろによる 新体制運動の構築にも協力していた。一方で1915年1917年の総選挙や1928年の東京市長選へ立候補し政界への復帰を目指したが、いずれも落選している。1950年1月19日午前4時4分、熱海の別荘にて老衰のため死去した。去年81歳。衆議院、参議院編。 議会制度70年史、第11衆議院議員名刊大倉章印刷局、1962年、13ページ。読売新聞、秋山沖内区1915年10月30日付、長官5ページ、官報、第2109号、明治23年7月11日、P127 彦根制3ペ改正官任録校明治23年12月。 広志校書院、1890年。上田正明、津田秀夫、長原慶二、藤井翔一、藤原明、コンサイス日本人名事典第5版株式会社三制堂2009年19ページ。有山照夫、小学館日本大百科全書。秋山帝介、ことバンク2018年1月4日閲覧。平凡社世界大百科事典。 秋山帝介。ことばんく。2018年1月4日閲覧。第20回帝国議会衆議院。秋山帝介君に関する調査の件。委員会秘密会議録朝日新聞。秋山氏除名事情非幹部長落の結果。1915年4月14日。長官4ページ読売新聞。一段落を告げた。松島事件抱き込まれた美浦郎と。 集会なり面の事実1926年5月1日、長官2ページ朝日新聞、参義殺走と登場す国務院への示唆、黒幕は、秋山定介氏1937年10月15日、長官3ページ。朝日新聞、秋山実川漁師隆地、朝日新聞、心は、 当鉄、意思表明の前夜5番に向かっても連戦連勝1939年8月28日付、長官11ページ朝日新聞、小玉、一木、秋山三氏の中から、先行明日の司会に持ち出すことに決定昨夜六波、先行委員会1928年1月5日、付長官2ページ朝日新聞、秋山定介氏、 死去1950年1月20日付長官2ページ。ありがとうございます。